はい、皆さんこんにちは、橋口です。今日は手裏剣戦隊2忍者プラスチックカードガムを開封していきたいと思います。これは僕の、ファンの YouTuber の方がよく、開封動画出してるんですけども、その方よりもたくさん開封したいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。はい、じゃあ一つ一つ開けていきたいと思います。さあ何が出るかな。はい、まずカード1枚目、じゃーん、ガマガマ銃出ました。はいはい、もう一枚。お、は、いきなり、ももちかすみ出ました。かすみちゃん出ました。はい。ガムのいい匂いがすごいしてくるんですよね。すごい。よし。はい、じゃあいきます。1枚目、2袋目、1枚目、ガマガマ銃、いきなりダブっちゃいました。ガマガマ銃、あちゃー。さあ2枚目、どうだ。まさかの、まさかの桃地かすみとガマガマ銃のコンボですよ。コンボ出ました。すごい、逆にすごい、これはすごいぞ。なんかあるぞ、今回は。すごいな。桃地かすみ、桃忍者、そしてガマガマ銃。ダブリ連続しましたよ。すごいね。いきます。どんどん開けます。さあ、3袋目、1枚目。はい。忍者1番と、初登場ですね。はい、もう一枚。お、伊賀崎風花出ました。風花ちゃんカード出ました。ゲットです。ありがとうございます。お、某 YouTuber の方も、某 YouTuber、僕のファンの YouTuber の方、風花ちゃんまだ出してません。僕出しました。ゲットです。ありがとうございます。さあ、袋のね、切り方がね、よくまだつかめてないんですよね。はい、いきます。どんどん開けます。じゃじゃーん、4袋目。はい、出ました、おともに忍び丸。じゃじゃーん。はい、2枚目、じゃん、おお、なぎ、松尾なぎ、鬼忍者ですね。さあ、何かありますね、今回ね。すごい。じゃあ5袋目、ですね、5、6、7、8、はい、はい、5袋目いきます。1枚目、おお、すごい、メタリックカード R05 桃忍者出ました。レアカード05桃忍者、キラーン、すごいメタリックなカード出ました。はい、2枚目、五トン忍手裏剣出ました。はい、すごい、後ろに情報とか書かれてなくてシンプルなカードなんですよね、このカード。プラスチックカードガム、プラスチックでできてるように見えるんですけど、結構なんか紙っぽい感じもするんですよね。なんか触り心地が結構紙っぽいんですよね。でもプラスチックなんですね。おともに忍び丸、はい、ダブっちゃいました。そうこうしているうちにダブっちゃいました。6袋目です。6袋目、
2枚目いきます。じゃん、凪連続です。しかも忍び丸も連続です。ダブっちゃいました。じゃあ7袋目いきます。8袋しかないんでね、8袋中さあどれだけコンプリートに近づけるか。はい、7袋目1枚目おお、手裏剣合体、手裏剣人ドラゴン、じゃじゃーん。はい、2枚目じゃん、5トン人手裏剣ですね。さ、ダブっちゃいましたね、ダブっちゃいました、残念。さあ初登場、この辺であれ出てくる、高春が出るといいな。高春が出たらいいんだけどな。はい、じゃん、赤忍者と忍者一番と&ガマガマ銃、じゃーん、やったー。2枚目、おクラウド、ヤクモ、ヤックン出ました、ヤックンが来ました、やったー、ありがとう。さあ今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。今後も楽しみにしていてください。ではグッバイ。